K-POP では、特に音楽番組でのパフォーマンスやアンコールにおいて、グループやメンバーの生のボーカルに対する批判が増加しています。アイドルがライブで歌う能力に関する論議の中で、ベイビーモンスターが注目を集めています。4月11日、ベイビーモンスターは最新のゲストとして、It's Live に出演し、彼女たちの楽曲、CC を披露しました。曲の最初から、ベイビーモンスターのメンバーのボーカルは非常に力強く、それぞれのフレーズを歌うたびに、彼女たちが心を込めている様子がうかがえました。ボーカリストたちの力量が素晴らしかったのと同様に、ラップを担当するメンバーの能力も大変素晴らしいものでした。特に、朝のラップの展開や速さはネットユーザーにとって、本当に驚くべきもので、見応えがありました。曲が終盤に差し掛かっても、メンバーたちはまだ強いエネルギーを保ち、最高のボーカルを提供し続けました。動画が投稿されると、ネットユーザーたちは、ベイビーモンスターのメンバーのボーカルを絶賛せざるを得ませんでした。特に、アイドルの生歌の歌唱能力に関する論争の中で、ファンたちはベイビーモンスターの才能に誇りを持っており、グループ全体の雰囲気やそれぞれのお気に入りのメンバー、そして曲の構成についても称賛しました。中には、生バージョンの方がずっと良いとさえ言う人もいました。ベイビーモンスターのメンバーは非常に才能があり、さらに長い間トレーニングを積んできたので、彼女たちのパフォーマンスが称賛されるのは驚くことではありません。そんな中、あるファンが、ベイビーモンスターのファンダム名を付けさせてくださいと提案し、そのウィットに富んだネーミングセンスで注目を集めました。提案された名前は以下の通りです。ベイビーモンスター、アダルトモンスター、ベストモンスター、ポケットモンスター、モンスターハンター、モンスターペアレンツ、ペペモンスター、ベイビーモニター、ベビーシッター。ネットユーザーは、6は面白い、好きじゃない、ベビーシッターはいいんじゃない、9で行こう、ベビーシッターめっちゃいい、私はベビーシッターが一番好きなどとコメントしました。続いてです。エスパのウィンター、気胸の手術を受けたと報告される。ウィンター、早く良くなってくださいね。エスパのウィンターが最近気胸の手術を受けたと報じられました。テンアジアの独占報道によると、ウィンターは現在ソウルの病院で気胸の手術後の回復期にあるとのことです。手術は4月11日に行われました。気胸とは、空気が肺と胸壁の間の空間に漏れ込む状態です。その空気の圧力によって肺が部分的または完全に潰れることがあります。ウィンターは手術前に日本でスケジュールをこなし、日本の音楽番組、Venue101に出演しました。気胸の手術には通常、術後2から3日の入院が必要で、さらに完全な回復には最大2ヶ月の回復期間が必要です。しかし、エスパは5月にカムバックし、6月にワールドツアーを開始する予定です。エスパの所属する SM エンターテインメントは、ウィンターの肺気胸の報告に続いて、彼女の健康状態に関する最新情報を公開しました。ウィンターは現在、気胸の手術から回復中です。この状態は再発しやすいため、手術は予防措置として、医療スタッフとの十分な話し合いの後に決定されました。彼女の今後のスケジュールは、健康状態の回復を最優先事項として考慮して決定されます。SM エンターテインメント。続いてです。K-POP の世界では、ブラックピンクの華やかな4人組が常に彼女たちの音楽、スタイル、そして否応なく持っているカリスマ性で、世界中の観客を魅了しています。その4人組の中で、ロゼは彼女の優雅な美しさと魅惑的なボーカルで、しばしば称賛の的となります。最近、この歌姫は最新のインスタグラム更新で SNS を沸かせ、ファンを驚嘆と崇拝の渦に巻き込みました。ロゼのインスタグラム投稿では、彼女は輝く光の中で、繊細で軽やかな衣装に身を包んでいます。それが彼女の自然な魅力を引き立たせました。彼女の服装のシンプルさと輝く肌は、無駄のない優雅さを放ち、世界中の何百万もの人々の心を捉えました。ロゼの投稿のコメント欄は、ファンが驚嘆から崇拝まで、様々な感情を表現する場となりました。以下は、ネットユーザーの熱狂的な反応の一部です。ロゼ、いつも美しいです。薄い服でも似合いますね。
最近は薄いアイメイクが流行ってるんですか？本物のロゼらしいユニークな雰囲気ですね。ロゼのヘアスタイリストは本当にうまいですね。いつもとても綺麗です。超美しい。ロゼちゃん、もうすでに美しいけど、その軽やかな服がよく似合ってるね。最近本当にメイクを最小限にするのがトレンドなのかな。ティファニーのイベントだったのね。彼女本当に美しい。本当にロゼは独特なオーラを持ってる。なんで彼女はそんなにプリンセスなの？超美しい。彼女のオーラは他の追随を許しません。しかし以前、ロゼの担当スタイリスト、マエンは、オスカー後のパーティーでロゼのメイクに対して批判を浴びました。ファンは、マエンが新しいスタイルを試みず、代わりに繰り返し同じメイクを選んだと不満に感じました。一部の人は、マエンがロゼの唇にリップを塗ることさえしなかったと、非難しました。ファンは失望を表明し、マエンにロゼのビジュアルをより創造的に表現するように求めました。スタイリストに批判が集まる中、ロゼは最近のイベントに出席し、彼女の27歳の誕生日に向けて新しいソロ活動をほのめかしています。続いてです。ベイビーモンスターのアヒョン。圧倒的なブラックピンクジェニー風のオーラで注目を集める。彼女はジェニーコード。ジェニーはデビュー以来、彼女の類稀なる影響力と象徴的なスタイルで、K-POP シーンを魅了してきました。彼女を基準に他のアイドルがしばしば比較されるのは当然のことであり、それはビジュアル的な魅力、才能、さらには全体的な存在感やオーラがあるかにまで及びます。比較されるアイドルの中にはベイビーモンスターのアヒョンも含まれ、彼女のジェニーに似た外見がファンやネットユーザーの間でかなりの注目と議論を引き起こしています。デビュー前からアヒョンはジェニーに驚くほど似ており、外見やオーラの両方で注目を集めていました。この比較はデビュー後にさらに強まり、アヒョン自身がその類似点に公然と言及することもありました。多くのネットユーザーが彼女を IT ガールのジェニーの後継者として称賛し、アヒョンのキャリアの軌跡に対する期待が大幅に高まりました。4月11日、ベイビーモンスターの TikTok アカウントがアヒョンの誕生日を祝う動画を共有しました。彼女の可愛らしい魅力と否応なく発揮される存在感を示すことになった。この動画はK-POP 界の新星としてのアヒョンの魅力をさらに強調する結果となりました。しかし、その映像内での出来事がネットユーザーを驚愕させ、オンラインプラットフォームで様々な議論を引き起こしました。その動画がネット上で広まると、ネットユーザーの一部がアヒョンがブラックピンクのジェニーに驚くほど似ていると指摘しました。以下はファンのコメントです。サングラスをかけたジェニーの雰囲気そのものね。スタイルがジェニーっぽいのもある。ジェニーのジェスチャー、歌い方、踊り方までコピーし始めた。もう大胆すぎる。彼女がジェニーに見えるところがあった。ジェニーコード、スタイリッシュなサングラスをかけ、シックなアンサンブルを身につけたアヒョンは、ジェニーの象徴的な佇まいを思い起こさせる雰囲気を放っています。実際、動画内のアヒョンのある瞬間を切り抜いた画像と、ジェニーの舞台パフォーマンスや休日のスナップショットとの比較が行われました。ジェニーとの比較は間違いなくアヒョンのビジュアルの魅力とステージ上での存在感を証明していますが、彼女の肩にかかる期待の重さも象徴しています。 K-POP 業界での道を進む中で、アヒョンは確実に自分だけの独自のアイデンティティを確立し、音楽シーンに不滅の印を残すことでしょう。